はい、今日は奥さんのリクエストで鍋ピザ、シカゴ鍋ピザのデビルクラフトに来てます。浜松町店ですね。ということで中に入っていきましょう。ちょっとね、時間的には早いんですけど、まあもう入れるでしょうというところで入りましょう。はい、デビルクラフトはね、結構ビールの種類が多いんですよね。下の方がデビルクラフトで醸造しているもので、上はね、他の醸造所からね取ってきてるやつ、あ、違う、上がデビルクラフトか、で下がね他のところからですね、富士桜とかいろいろですね。どうしよう、最初はやっぱデビルクラフトの何か飲もうかな。はい、今日1杯目はヘリオサウルスってやつですね。ということでいただきます。じゃあ乾杯。いただきます。暑かったから美味しい。最高。オニオンリング頼んじゃいました。ピザがね届くまで結構時間かかるんで、こういうねサイドメニューで時間を潰す感じですね。ちょっともうつまんじゃいましたけど、スモークナッツ。今マスタードですね。はい、2杯目は富士桜高原ビールのヘレスラガーですね。いただきます。ラガー、これ奥さんが頼んだやつですけど、マンゴーパンゴっていう、これどこのやつ、醸造所、カリフォルニアの、カリフォルニアのスモッグシティっていうところのビールです。マンゴーパンゴ、これね、すごい香りがね、マンゴージュース、甘みは全然ないけど、酸味とこのなんだろう、マンゴーの種をしゃぶってるような感じの味、結構おいしい。はい、ピザが届きました。これ、まあ、今日はね2人なんで小さいサイズを頼んだんですけど、これでもだいぶね量が多いんですよね。ビヨンと、いただきます。いただきます。はい、次はねデビルワークスの一番のおすすめ、美味しそうということでいただきます。デビルワークス、これ、ね、デラックス版をねちょっと頼んでみました。これでいただきます。美味しい。オリジナルとデラックス版があって、で話を聞いたらデラックス版はねトッピング、そのチーズとかその具材を足してあるらしいんですよ。なんでいつもより具がねすごい多い、500円ぐらいアップなんですけど、これはねかなりいいですね。美味しい。
今日頼んだのは S サイズなんですけど、ちょっと奥さんはねこっちのチーズを2つ食べましたけど、 S サイズなのに量がね大きくて、もう本当に、ね、多いんで一切れずつでもうお腹いっぱいです。ただねこのデビルクラフトって持ち帰りしてくれるんですよ、これ包んでくれるんで、またね家帰ってちょっと落ち着いたらね飲み会でもやろうかなと思います。コーヒータイム。今ねあのデビルクラフトから帰ってきて、まあ今って言ってもねちょっと前に帰ってきたんですけど、で一休みするためにコーヒーでも入れようかなというところですね。いやデビルクラフト美味しいんですよね本当に。シカゴピザって言って、まあ、シカゴはね何でもね具をたっぷり入れないと気が済まないっていう土地らしくて、まあ、シカゴ風のね、ホットドッグだったりとか、このピザとかね鍋ピザって言いますけど、まあ、そういうねピザとかだったり、まあ、大量にね具が入ってるものが好きらしいんですよ。でそこで、まあ、日本で一番最初なのかわかんないですけど、まあ、都内で有名なところで言ったらデビルクラフトっていうねところなんですけど、いやほんとめちゃくちゃ美味しいの でしかもね結構安いんですよね。その L サイズ1枚が2500円ぐらいかな、うん、でまあ1人じゃ食べきれない、2人でその S サイズでも1枚食べきれないぐらいの量、まあ大食いの人はちょっとわかんないですけどぐらいの量なんですよ。なんで結構ねそれプラスビールで飲んだらもうお腹いっぱいみたいなね、そういうような感じのところなので結構ねリーズナブルに飲めるんでおすすめなんで、ぜひ東京来たらね行ってみてください。店舗はね4店舗だったような、神田、自由が丘、あと五反田と浜松町で、神田はね一番最初にできたんですけど、神田はねかなり狭いんですよ店が。なんで本当に雑居ビルじゃないけど、なんか1個ねビルが丸々デビルクラフトなんですけど、なんかカウンターぐらいしかないようなねそういうようなビルなんで、よかった、しまった。はい、コーヒー入れ終わりました。ということでまずはコーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん、いい香り。あ、食後のねコーヒー、まあ、お酒飲んでね食事した後のコーヒーは落ち着きますね、うん、でね量が多いんで、あ、それでお店がねその神田がちょっと狭くて入りづらいんですよね。なんですけど他の店、ちょっと自由が丘店は行ったことないんですけど、五反田だったりとか、あと浜松町はね結構ね店が広いんですよ。なのでそっち、まあもし行くんだとしたらそっち側の方がいいんじゃないかなと思います。まあ両方ともね駅からそんなに離れてないんで、うん、行きやすいかなと思うんで、うん、ぜひ行ってみてください。でこんな感じでね包んでもらいました。本日中にお召し上がりくださいって書いてあるんですけど、はい、こんな感じでね包んでもらえるんで、まあ、2つぐらい頼んで、まあ、2種類ぐらいね頼んで、まあ、余ったら持ち帰るみたいなことができるんでね、うん、そういうような飲み方も楽しいと思います。まあ、本日中って言ってますけど、まあ、冷蔵庫に入れといてね明日の朝食とかにしようかなと思います。という感じで、はい。